アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回は参戦する前にガシャコンをね、GP ガシャコンなんですが、こちら百式の絵画、新しくね前回の大型アップデートラタスの時に、追加されたということで、これを当てようと思います。はい。で、そのためにねちょっと GP を、1000万 GP ほど、用意させていただきました。1000万 GP プラス今131ガシャコン、これもうほぼ検証ですね。もう1000万 GP 全部回そうと思います。今からこれ全部回してどんだけさ確率とかちょっと計算するわ。やっぱ数字面でやっぱエテポンゲって言ったら数学的な部分あると思うし、どっちかっていうと文系か理系かで言ったらやっぱ理系系ガンオンプレイヤーだと言われているし、どれぐらいの確率でこれらが当たるかとか、そういうのは全部今日ガンダムオンライン界の闇をこの GP ガシャコンというその無課金税の希望、文化金税の希望をね今回丸裸にしてやろうと思います。マジでますか。まずは、GP ガシャコンのチケットを、購入しようと思います。もう買えるだけ買いますね。ガンダム、はい。ガシャコンチケットを、とりあえず1000枚用意しました。はい、1000枚用意しました。ちょっとねまだ170万ほど余ってるんですが、検証も込みということで1000万枚の10連のあれだから 11が1000万10回もう回していく、どんどんもうこれもう高速で回していきますね。高速でいきまーす。もうあとはもう編集で倍速なりしていると思いますので、もうガンガン回していきます。なんか今なんかいろいろ出てるかもしれませんが、その設計図のボックスとか全部空っぽにとりあえずしているので、全部出たら全部出てからチェックしていこうかな。やっと出ましたね。やっとなんか目星金図枠第1号は
ペイルライダーでした。今時ペイルライダーとか使ってるやつおらんわ。誰が使うねんこんな機体。けどこれ確かなんとかシステム、ハデスシステムが使える、唯一の機体ですね、まあちょっと、考えましょう、検討しましょう。はい、続けていきます。いきます。流れ来たかもしれないぞこれで。400枚ちょっとで400枚回せばなんか何かしらの金図、何かしらの良き金図が当たるっていう感じですかね。ちなみにさっきの20枠じゃなかったから突然の当たった。はいこっ、惜しい。これマジで GP 何やと思ってるんこのゲーム。本当にこのゲーム内の通貨じゃないんかで、ね、GP って GP 舐めてんのか、これ GP 舐めてんのこいつ。うえ、あと60枚はっ、蹴り飛ばす。なんや、なんやこれ、ワールドカップやってるから、ワールドカップ今やってるからボール出しとくかみたいな、そういうやつか。蹴る飛ばすわ。はい、残り20枚です、はい、ラストいきます。とっはっはっ、何やこれ、プロトタイプチームキャン、何やこれ、おったんかこんな。200コス、はいはい、てなわけでね、まあとりあえずあの赤箱、ガシャコンチケット1000枚、回した結果赤箱が2個と、はい、まあちょっと一回全部設計図回収しますね。今回、入手した、設計図は、まあ、まず教習機から見せていきましょう。まあ、最初にねこれも空っぽにしてたんで、今ここに置いてある設計図は、今回の、1000万枚の GP ガシャコンで手に入ったものたちです。
はい、はい、はい、これが唯一の当たりのペールライダー、唯一の当たりの、はい、続きまして銃撃。支援。なんかこれがね、あの当たり枠として赤箱で排出されましたボールです。はい、これが今回の結果です。はい、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと待って、購入の設計図ね、支援、ボールってな何が500万じゃ、蹴り飛ばすぜ。はい、まあもうこちらね、見ていただければわかると思いますが、もうね、GP ガシャコ回すぐらいだったら、500万出して金図買った方がいいですわ。どう考えても。どう考えてもね、もうこれはもう、言うまでもない。なんでこれだけなんかテレコになってんの？これこっちを、なんで、これこういうとこれなんかテレコになってない？これなんで？なんで？なんでこれ？いいけど、あら、だいたい500枚で、GP ガシャコン500枚で1個赤箱出るかなぐらいの感覚でしたね。でなおかつそれが百式回だとは限らないし、まあ、今回に限りましてはペイルライダーとボールと、ボールに500万の価値はないです。ボールだぜ、ボールだぜ、いやほんとボールだぜ。それだったらさあ、もう G ラインライトアーマーとか変えてる方がよっぽど強いからね。G ラインライトアーマーの方がいい、これの方がよっぽどいいわ。はい、もう結論は、はい、出ました。もう絶対にもう GP ガシャコンは初心者の皆さんもとい、上級者の、方々、はい、絶対に回さないようにしてください。これがガンダムオンラインの闇です。信じるか信じないかはあなた次第です。こんな感じでいいかな。